質問は、聴聞によって変われるか変われないか、つまり日頃の生活も必要なのか。これはですね、聴聞に尽きる、聴聞に極まるんですね。日頃の生活が大事なんですか、どうなんですか。それよりも聴聞に極まる。で、これはどういうことなのかというと、じゃあ聞いてさえいればいいのかというと、そうではない。ね、聴聞っていうのはですね、光明によって照らされるような聴聞じゃないといけないんです。聞いていてもね、やっぱ心にメスが入ったらね、行動が変わるんです。生活が変わるんです。同じような生活が折れない。それ自然とそうなる、なるなる、必ずなります。ものすごい合力って強いじゃないですか、こうなんていうか、はい、感じてきた世界っていうか、うん、例えばこうガーッと裏切られたら、もうそれがガーッときて、もうその恨みじゃないですけど、そういう思いがずっと残って、うん、でも聴聞してこれじゃいけない、これじゃいけないと思っていても、なかなかその世界を変えていけれない、うん、いやそれは、いいですか、光明っていうのはね、何が善で何が悪かってことなんです。わかりますか？それが本当に分かったら絶対変わるんです。頭だけこれを聞いてね、頭だけでこれは善なんだって思ってもね、変わらないんですよ、業は。業っていうのはね、その人の本当にね、この真の部分の善膜が変わらないと変わらないんです。さっきの話に続くじゃないですけど、この思いのまま行ったらどうなるかっていうのが分かってくるから、うん、まあ、それはちょっと理屈っぽくなりますけど、うん、でも分かるのと、じゃあそれを本当に変えようってしても、うん、自分でこう変えて、これはね、変えようじゃなくて変わるんです、自然に変わるんです。変わるんです。だから、うん、その一番の根っこの全膜をどうしたら変えられるかっていうことが大事なんです。だってあの八正道の話でも、正見があって正見ができたら正周囲ができるんですよ。自分の心の種まきが変わるんです。正後正後なんです、ね、つまりこれは心の種まき、口の種まき、体の種まきね、が変わるってことなんです。だから日々の生活を変えるためにはではなくて、正見ができれば日々の生活も変わるんです。自然に。自然に。変わらないのは正見ができてないんです。少しできたら、から少し変わっていくと。そう、少し証券ができたら少し変わっていく。ガラリとかあるんじゃなくて。そう、少しずつ少しずつ証券ができた分だけ行動が変わって、変わったものが業になる、称名になるわけです。行動が変わって、行動が変わると業も変わるって。この称名っていうのが業なんですね。同じように人に接してても、前はこの何て言うんですか、こう責めるように同じように言ったとしても
を責めているということに気づかなかったけど、それが気づって反省するだけでも変わっていくということですね。そう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 。だからいかにね、本当に教えによってね、切られたなって これが、切られたね、切られたな、これが大事なんです。この感覚がやっぱりね、なくなってくると聴聞していても聴聞になってないんです。切られたなってやっぱり認めるから切られるんです。そう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 。だからそこに至るまで聴聞をしろっていうことです。それに、それがね、うん、その至らないとしたならば、はい、至らないと、つまり聴聞しているのにね、聴聞ができてないならば、それは間違いなく嘘をついてるからなんです。嘘、嘘っていうのはね、いわゆる心の世界とこの我の世界があったとして、心の世界と我の世界をね、こう変え、なんていうんですかね、我はこれ、心はここ、この心を全然感じずに我だけで生きていると嘘をついている。嘘をつくんじゃなくて、いわゆる心というものが見えなくなって生きていってしまうと、聴聞しても心に入らないわけです。心が見えてないから、あ、ごまかしながら。そう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 。だからまずはその嘘をつかないっていうことが大事なんです。嘘をつかない、嘘をつかなければ心に、心がこう感じられるようになるので、聴聞して自分ができていなかったらね、できてないなってなるんです。このね、切られるっていう感覚がやっぱりね、本当大事なんですよね。ここはちょっと聞かないでおこうっていうのはもう光を避けてる。そう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 、そこをあえて聞いていく、うん、こういう聴聞が必要なんです。聴聞していてもね、聞いてるけど聞いてない聴聞っていうのがあるわけです。だから聴聞にこだわる、聴聞に極まるっていうのはね、聞いていくことに一生懸命になるんじゃなくて、聞き方が大事ってことなんです。光明によって照らされて、自分の間違いをこう切られていくような聴聞をしないと、それは聴聞にならないんです。知識でしかない。そう、知識でしか聞いてない。だから聴聞っていうものの感覚が大事なんです。ああ、本当にこう今日も切られたなみたいなね、切っていただいたなみたいな、そういうね、日々こう切られるように、切られるように聞いていくっていう。看護婦さんいらないですか？大丈夫です。その傷口の痛みがね、自分の中でこう間違いを正していこうと。だからその日々の生活も絶対変わるんです。でも聴聞ができてないと、つまり日々の生活に一生懸命になることも大事なんですよね。なぜかというと、日々の生活では絶対に変わらないっていうことに気づくために必要なんです。一生懸命日頃心、どんなにね、生活に心がけたとしても全然変わらないんです、私の業は。なぜかというと、さっきの3枚の鏡がありましたね、自分で自分を見た時に絶対欲目が働くからです。自己満足、そう、自分を正当化するために動いてしまう。見たくないから、ね、そう、欲目が働いてしまう。だから自分で自分を正すことはできない。法経じゃないと正せない。法経は聴聞なんです。その聴聞にこだわることが大事なんです。それがね、本当にその切られるっていうことがね、わからないと、本当にね、この聴聞していても全然進んでないんです。ただ聞いてるだけです。
どれだけ長文していても切られないとダメなんですよ。切られないと本当に照らされる。だってね、光明明号権威念ですからね、正真言。光明長文じゃないんです。光明が浄土の因縁なんですよ。光明が大事なんです。長文は光明を受けるために必要なものなんです。でも長文しても光明を受けられなかったら長文してる意味がないんです。戦いますよね。だから真剣な長文が大事。真剣なっていうのは本当に切られるような長文が大事なんです。だから心がけることはね、光明明号ですからね、権威因縁。明号っていうのはね、聞いた教えを自分の言葉で相手に話をしていくってことです。だからこう言われたでしょ、こう教えていただいたでしょ、だからやっていこうよというふうにね、聞いたこと、仏法の教えを自分の口で語っていくことなんです。語っていったらね、あれ聞いたはずなんだけど分かってないなっていうことだ。それをまた今度聞いてみようってなる。そしたらまた教えてもらえるので、その教えてもらった時に光明がかかるんです。自分が語ってみて初めてね、聞けてなかったっていうことが分かる。聞けてなかったっていうことをちゃんと聞こうとした時に光明がかかる。聞けてないっていうのはやっぱ自分の問題を認めてないっていう、見たくない、そう、自分の問題から目をそらして、ね、だから仏法っていうのは自分の問題を本当に正していきたいから聞いていくんですよね。自分の問題から、でも長文がいつもか自分の問題から逃げるための長文になっちゃう。それはいくら長文しても長文に極まるになってない。極まるっていうのは長文の数とか量じゃないわけですよ。極まる、だから長文にどれだけこだわっていくかなんです。自分の業を変えるためには長文によって光明に照らされるしかないんです。光明に照らされた時に自分の業を変えていこうっていうふうになるわけです。生活が変わる、その生活が変わって業が変わるわけ。だから生活をどんなにこう改めようと頑張っていても、正見光明に照らされて正見ができてなければ、それは自力でしかできなかった。自分ができているところに立つためにしかやれなくなっちゃう。身につけていこうと思ってやれないんです。自力でやってるものはやがてやらなくなる。結局何にも業を変えられないっていうことになる。だ、仏法は長文に極まる教えですから。だからその光明でこう照らされて切られていくっていう、そういう感覚をいつも長文の時に持てるようにしていくことが大事なの。やっぱりそれはその自分に関係した内容の話を聞いていかないと。そうですね、はい、自分の心をねまな板に乗せない。そういうことですね、はい、何でも聞けばいいってもんではないですよね。はい、
まな板に乗せるってことはさらけ出すってことですよね、はい、心を、うん、はい、分かっていただけたでしょうか。分かりました。はい、じゃあ今日は以上です。